ヨハンナ・ラーションは、スウェーデン・ボルデン出身の女子プロテニス選手。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス14勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス45位、ダブルス20位。身長174センチメートル、体重66キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。5歳でテニスを始め、2006年に、プロに転向。 四大大会では2010年全仏オープンで初出場した。シングルスでは2014年全仏オープン、2014年全米オープン、2016年全米オープンの3回先進出が最高成績である。2015年7月の地元のボースタード大会の決勝でモナバルテルを63、76で破り WTA シングルスツアー初優勝を果たした。 2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場したがシングルス1回戦でフランスのアリーゼ・コルネに1から6、6から2、3から6で敗れ初戦で敗退した。ダブルスではオランダのキキベルテンスとのペアで WTA ツアー9勝を挙げた。4大大会でも2015年全豪オープンと2016年全仏オープンでベスト8に進出している。 2017年の WTA ファイナルにも出場し、決勝でティメア・バボシュアンドレア・フラバー・チコバ組に64、46、50で敗れ準優勝した。2019年全仏オープンでは、キルステン・フリップ・ケンスと組んだ女子ダブルスで自己最高のベスト4に進出した。ラーションは2020年2月31歳で現役引退を発表した。 ラーションは2017年9月レズビアンであることをカミングアウトしている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。